小川陽子さんは今日、岡山県庁で行われた贈呈式に出席し、伊原木知事から表彰状を受け取りました。今年でデビュー35年を迎える小川さんは、1991年に妊娠カレンダーで芥川賞、2004年には博士の愛した数式で初代本屋大賞を受賞するなど、日本を代表する作家の一人として活躍しています。今年、芸術の分野で優れた業績を挙げた人たちに贈られる日本芸術院賞を受賞した功績を称え、今回、2004年に次ぐ2度目の文化特別顕彰の受賞となりました。地元の岡山から頂戴するというのはまた特別な喜びがございますし、この賞を機会に子どもの頃育った岡山の町、あの時代が自分にとってどんな幸せだったかっていうこともなんか改めて感じております。先人たちがこう紡いできた言葉の流れの中で繰り返し書かれてきたんだけれども、非常に大事なこと、忘れてはいけないことっていうのを自分も受け継いで書いていきたいな。文化特別顕彰を2度受賞するのは小川さんが初めてです。